はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回もですねハーベステラやっていきたいと思います。前回ですねこちら幻冬園ファンタスマゴリアの奥の方っぽいところまでたどり着いたんですが、まあ真夜中なのでね、はい、とりあえず寝ましょう。まあなんかアリアちゃんはいろいろこの先にあることに嫌な予感を持っているようで、どうなるかちょっと心配ですがね。今日は寝ます。帰ります。そして寝ます。おやすみなさーい。レベルアップ48。あんま上がりませんでしたね。48。だいぶ強い。8555。毎日儲けがある。14日です。さ、とりあえず今日は、まあ、ファンタスマゴリアにも行きたいんですが、その前に修理キットやらなんやろうね、ちょっと。爆弾も数が少なくなってきたので、ここら辺を揃えていきたいなと思います。なので材料集めがいりますね。マイクロファイバー、ナチュラルファイバーがいりますね。風の草原、ブルーム。よし。と、あと何かも足りなかった気がする。何でしたっけ？まあ、とりあえずはいいですかね。バッテリー充電器もう一個作っときますか。でもネジが結構使っちゃうな。まあもう一個作ってきますかね。どんてんカンカンカン。バッテリー充電器。修理キットレベルに忘れないように作っておきましょう。修理キットレベルに。とりあえずは修理キットレベルにを2つか3つ作りたいところ。それはそれとして農作業。雨です。雨。皆さん雨ですよ。雨といえば、やること何か分かりますよね。釣りです。今日の目的は全て変わります。釣りになりました。なぜか、主が釣れるからです。よし。そんなね、あれですよ。修理キットなんてやってる場合じゃないですよ。釣りです。何よりも釣りが大事。そう。私はサファギン様のしもべ。とりあえず、バッテリー充電器だけ置いておきましょう。そして最低限の、ゼロバッテリーがない。最低限の作業をしたらもう、今日は釣りに移行します。天上げですよ。いつぶりの雨だと。いつぶりの雨だとお思いですか。さ、最低限の農作業は終えたので、海にレッツゴーです。真ん中の桟橋で堂々と釣り。さあ、釣れるといいですね。精霊の使い、これじゃないですか？精霊に使えると言われている伝説の魚。雨が降る火の見姿を表す。その雨は主を失ったこの魚の悲しみの涙なのだろうか。よし。主でしょ。これ主でしょ。主の風格ありますよ。主の一種です。やりました。じゃあこれは、サファギン様に献上しないとですね。サファギン様、主を釣ってまいりました。精霊の使い、これであと主もあと2匹なんですね。大きな水のコアだ。やった。1万グリラ。これで、あれじゃないですかね。また、いいスプリンクラー作れるんじゃないですか？よし。スプリンクラーを作りたいですが、作れますね。いいですね。1個だけ作れますね。1個作っちゃいましょうか。トンテンカンカンカン。出来上がりー。まあ、もう1個の方も作れますけど。どうせならレベル2をいっぱい作りたい。まあ、置くとしたらこの辺りですかね。覚えていれば。絶対忘れそうですけど、この辺りに置こうかなと思います。で、スプリンクラーこっちに移せば結構いい感じになりますね。よーし。やはり釣りは全てを解決する。じゃあ今日はファンタスマゴリアは諦めて、素材を集めに行きますかね。爆弾の素材を集めます。お土産に期待する。なんか、修理キットレベル2で直す場所を見つけちゃいましたね。修理しちゃいますか。見っけちゃったらしょうがない。眠くなってきたー。ナチュラルファイバー。ポイズンオーブ貝のレシピ。ナチュラルファイバーが欲しかったです。さ、真夜中になったので帰ってまいりました。ナチュラルファイバーは3つだけ。まあ、しょうがないですね。とりあえず、じゃあ、寝ますかね。おやすみなさーい。ちょびっと。
2045グリア、グリラ。15日、なんだかんだ秋も半分終わってしまいました。さあ、では今日も釣りをします。の前に、お願いは結構埋まったんですけど、叶うまではいかなかったですね。では、雨は降ってないですね。じゃあとりあえず収穫しちゃいましょうか。さ、農業終わったので今日も釣りに行きますよ。本日はこちら、彼岸渓谷です。雨の日の翌日に釣れる主がいるとサファギン様が申しておりました。釣れませんでした。サファギン様に嘘つかれたってわけじゃないんでしょうけどね。やっぱり主はそう簡単に釣れるものではないということでしょう。また雨が降ったらチャレンジしようかなと思います。ではおやすみなさーい。レベルは上がらない。売り上げは多い多い多い。16,180。何が高かったんでしょう。いろいろか。ビーナス日がやっぱ高いですね。エデン前は安い。週間の節、16日。さあ、今日はパパパッと農作業して、行きますかね、ファンタスマゴリアの奥。雨じゃん。また明日は釣りですね。ピルグリムを極めてしまいましたね、ついに。これは、シュリカさんの親密度を本格的に考えなければいけない気がします。クエストやりますかね。さあ、では、思い出の城までやってきました。行きましょう。ただならぬ気配、ボス戦だ。なんかいる、なんかいる。行きますか。行きましょう。あれこれ、あれじゃないですか。クルーエルオートマタ。来ましたね、アリアさん。私じゃない。この人形は、聖堂にいたものと同じ。そんな感じしますよね。ちょっと違うのかな？同系統のオートマタタイプね。覚えていますよ、アリアさん。ここへ来た時、あなたはまだほんの小さな子供でした。あの小さい頃ですよね。あなたはここから帰りたくないあまり、両親の元から逃げ出した。そして、閉園時間を過ぎても、ノスタルジータウンで私と時を過ごしましたね。そうだったんですね。ええ。私が認識している中でそんなことをしたのはあなただけ。楽しいという感覚を私に与えたのはあなたです。なるほど。あなたは私を初めて人形ではなく隣人として扱ってくれた。オートマタに感情を抱かせた。ここでは何があったの？記憶なら幻冬園はこんなに荒廃していなかったはず。厄災の後もここだけは人々の憩いの場だった。悟いあなたならもう気づいているんでしょう。あら、パパママどこ？子供の頃のアリアちゃん。みんなはどこへ行ったの？アリアは一人ぼっちに泣いたの。どうして置いてかないで。やめて。今。アリアって。まあそうですよね。この少女は現在のアリアさんの心の映し見、現在のアリアさんの心の映し見。どういうことだ。来園者たちの過去を読み取り、彼らが楽しめるビジョンを提供するために作られたオートマタ。未来の技術、すごいですね。未来なのかな。私のおかげで来園者たちは美しき過去をモチーフとしたビジョンをパーク内で楽しむことができます。このように。ん？お？おう。ティエラ！おう！いろんな人にいろんなことを見せてる。お母様。フィアって誰ですか？ハイネさん。ハイネさん知らない過去を見せてくるのはやめてください。えぐいですね、こやつ。見ているものによって異なる像が結ばれたことでしょう。私は何も見えなかった。俺たちをもてあそぼうというのか。そのように作られただけです。
ノスタルジックプレイヤー強襲再生装置存在意義。あなたたちの思考をトレースすることなどたやすいこと、現在は過去と地続きですから。ですからアリアさん、あなたの立てた推測がわかります。なるほど、もう気づいている。先ほどの少女の言葉通り、一人ぼっちになっちゃったの。あなたの推測は半分は正解です。半分は。そんなこと、ショック受けてますね。半分は。推測って聞かせてもらえるんですかね。それはタイムディザスターではなく、時滑りではなく、実空転移、場所転移だとしたら、同じ時間列で滅びてるとか、そういう感じになりますよね。そんな感じなのかしら。ここはあなたたちの生きる時代の未来、私がもともといた時代の状況に酷似している。ふむ、うん、アリアちゃんの世界に酷似している。元いた時代。でもそんなのおかしい。酷似しているけど違いすぎる。完全に滅びている。受け入れられませんか、アリアさん。でしたら、ん？お？おー、何ですか何ですか何ですか、何をする。判断能力は極めて正常です。獅子を焼き払え。現実を見たくないならば、ここにずっと留まっていればいい。見たくないものから目を背け、過去の幻影の中で魂の苦悩を癒す。私の得意技です。そうして人類は幸福な静寂の中で尊厳ある死を迎えるのがいいのです。むごたらしい死は、もう見たくありませんから。もう見たくありませんから。私は、惑わされないでください、アリアちゃん。真実を見定めるんでしょう。はい、そう、すべてを確かめたわけじゃない。行きましょう。諦めるのは、そうそうそう。もがきましょう。どうして分かってくれないのですか。あなたたちが私たちを愛したように、私たちはあなたたちを愛した。その精神を、その不鮮明な知性を。壊れ物の心を守るためなら、あなたたちを壊しても構わない。夢織の傀儡、ファンタスマゴリアには。幻灯炎の主ってことですね、こやつが。よし、倒しましょう。少しで済みますか。ルイン呼ぶマナ。ブレイクいけそう。ブレイク。かわいい声が聞こえる。クレッセントスラッシュ。ブレイズ。幼きアリア。早めに回復しといた。アリア幻想体、なんかいる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 、なんかいますよ。範囲が広い。アリア幻想体を早めに倒しておいた方が良さそうですね。スタミナが不足しています。よし、お肉のココナッツミルクにを切りましょう。範囲が見にくい。やばい、ここは痛い。アリア幻想体がいっぱいいる。わー、範囲が。何が来るか分かんないのでね、常に HP は満タン近くを保っといた方がいい。なかなかいいペースで減らしてはいますけどね。ずっとここにいようよね。思い出の中に浸り続けるわけにはいかないんですよ。めっちゃいっぱいいるー。アリアちゃん、アリアが多すぎる。アリアが多すぎて、ちょっとなんかとんでもないことに一人ぼっちになったの。
一人ぼっちになった。これアリアちゃんの心読んでるって言いましたよね。ってことはアリアは一人ぼっちになったのっていうのは、アリアちゃんが思ってることを置いてかないで。急に誰も思い出には勝てない。アリアちゃんを巻き込みつつ、幻想体のアリアちゃんを巻き込みつつ、うわー、カレイドファンタスマゴリー、何ですかそれ。やばい、最大出力とか言ってる。肉体を破壊しますとか言ってる。これ早めに倒さないとまずそうですね。倒しました。発動まであと10秒。ふう、先に進ませてもらいますよ。意識が記憶に縛られている以上、過去より優れたビジョンなどありえない。脳の中に結実した空想の産物こそが最良の現実なのです。そんなのは現実じゃない。最後に私の演算による予測結果を伝えます。オートマタ、もはや予測ではない、未来の現実。オートマタは謝らない。あなたの心はじき壊れるでしょ。え、心が壊れる。停止しましたね。じき心が壊れるでしょ。止まったのか。過去の幻影を見せる傀儡。人は誰もが希望を持てなくなっていた。うん。未来は薄暗く希望のないものの象徴。過去は美しく明るい言葉として。なるほど。ブラッカ君が言うと重いですね、なんか。思い出には勝てない。厄災と呼ばれる天変地異が起きたのもその頃。世界はどんどん後戻りできなくなっていったんだわ。ジャバウォッキー、こっちは大変だったんですよ、確かに。ついでだからデータ抽出しておいた。最近やりますね、ジャバウォッキー。その先にあるのだ、例の場所、例の場所。そこに行けばきっとわかる。過去に留まることを否定した。進むということも立派な選択。うむ、もう後戻りはできないよ。この先に一体何が。ふむ、ということでね、今回はこの辺りとさせていただいて、次回引き続き先に進む何があるのか見定めたいと思います。といった感じで、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。